はい、では再開いたします。積みゲーを崩すキャストということで、モータルシェル、続きを遊んでいきますが。ああ、はい、どうもありがとうございます。いや、まあ、ただ今月中にもやっちゃいたいんですよね、この、モータルシェルを。で、今週はもう休みがないので、もうやるんだったらもう平日にという感じなのでね。今日できるんだったらやっちゃいたい。おお。もうここに来て怪獣か。あ、でもあいつ確かにでかかったからな。ここに来て怪獣と戦わせてくれるのか。はあ。なんか、お前はお前でなんか間違ってたのか。ああ、なんか人間っぽい見た目じゃないな、お前は。巨人なのは知ってたけど。はあ、なんかちょっとだけあれかな。シャドウタワーは一作目のラスボスみたいな感じかな。ああ、じゃあ俺のものだったんじゃん。やいやい、バカバカ。何調子に乗って俺を刺激してるつもりになって。知らん、別に逃げようとも思ってなかったしな。じゃあ俺に挑んでくればいいじゃないか。レラソースっぽいな。ああ、ここに来て怪獣と戦わせてくれるんだな。それはありがたいが、どういう感じだ？あ、飛ぶんだ、その感じで。解き放たれし者、呼びづらいけど、危ない！どういう戦いだ？振ってみる。あ、当たった。あんだけ減る。でかいから当たるね。ただまあ、HP はいっぱいあるな。で、今までのボスがそうだったんだから、こいつも第二形態とかあるんじゃないかな。たまに距離取るけど、なんかそこまでいやらしい攻撃をしてきてないんだよな、今のところ。さっきのやつの方がいやらしかったぞ。あのシャムソーセージみたいなやつの方が。鼻に当たってんだな、この攻撃。たまに俺の攻撃が当たるときは。お、なんか波を起こしてきたな。範囲攻撃みたいなのやってる、もしかして。なんか避けられてたのかな。ダメージ食らってないから避けられてたんだろうけど。
やばい、スタミナがない、危ない危ない、油断しない油断しない、またそれか、どうやっても押し流され、あーなるほどね、ずっと押し流されちゃうとダメージ食らっちゃうのか、うん、あんまりは、うん、なんか沸かしたな、あいつ。なんか私の裸の状態みたいなの沸いたな。いっぱいいるのか。それはちょっと嫌だな。くっそー。ああまたこれ、ちょっと待って、なんかのショートカットキーになっちゃってんだろうな、このダッシュボタンとなんかの組み合わせが。うわ、なんだそれ、なんかやってきたな、また新しいことを。スタミナが尽きないように、スタミナお化けでよかったな、俺。さすがティールだよ。何をやってくる？どこ行った？危ない危ない。よく当たんなかったな。うお、調子に乗った。うわあ、なんか深いところに来ちゃった。うおお、何そのスカイリムで巨人に吹っ飛ばされた時みたいなやつ。なんかあんまり心得がある感じの戦闘の技術とかじゃないんだよな、お前がやってんの力技なんだよな全部。
体重だからいいのかもしれんけど、それで。あーやっぱりなんか召喚してんだ、あの時。うわ、雑魚を召喚するってのは嫌だな、うざいな、サダさんに。キノコが足りなくなってきたね。キノコがなくなったらモータルシェルに、モータルシェル、あー、あのあれなんだっけ、硬化した時に、回復できるやつに切り替えようと思うけど、そういうことだけやってきてくんない？もうなんか新しいことやって始めたら、チャンス。おお、願い打った、願い打ってるね。ラドこねてるみたいなんだよな。まあそういうことなのか、なんかわがまま言ってるからな、こいつずっと。お、今チャンスだったのか。うわ、何それ、何その、なんかあのあれ、ザムのあれみたいなやつ。あー、なんかあいつ、ザコが、ザコがいるんだけど、ザコも巻き込まれてない、あれに。大丈夫かな、あいつら。なんかザコがどんどん巻き、あ、回復してる、ズッケ。あー、でも俺も巻き込まれるだろうからな。どうすりゃいい、これ切れるあいつら。いやー、でも俺もこっち巻き込まれちゃうな。いいのかお前らは、それで。いやー、俺も巻き込まれるだけだな。まさか全回復しないよな。お前ずるいな、いろいろと。ねえ、なんでも指導かよ。HP をいっぱい作れないからって、ベホマ唱えさせるよみたいな話かよ。それやめてほしいな。どっちかに押してほしいな、波なのか、波なのか、ダダこねるのか。まさか、またあれ、ああよかった、あれじゃない、チャンス。この波に押し流されるの、スタミナがないやつどうやってるんだろう。
あーでもあれだ、雑魚をいっぱい倒したおかげで復活してた。これがそれはありがたい。なんかあそこにあるな。避けるね。ほんとスタミナお化けじゃないやつのこいつの戦い方わかんないな。お、チャンス。今のはでも調子乗りすぎて危なかった。スタミナがなかった。雑魚召喚か。なんか落としてるんだよな多分雑魚が。おい津波が来るぞ。大丈夫なのかお前らは。あいつらも大丈夫じゃないじゃん。チャンスで引く。なんかあれ何落ちてんの、なんかあそこに。そういうわけじゃないのか。よーしやったが、あれ第二形態ない。なんかあれだな、今一瞬いろいろループしてるっぽいこと発言したな。第二形態ない。警告、ダークファーザーの線を中止すると昇天する選択が与えられます。焦点を選択するとこの世を去り、フォールグリムでのゲームを始められるし、強くてニューゲームはっきり言うな。焦点次第を選択するとゲームでフォールグリムに戻ります。するよ。俺は積みゲーム崩すためにやってるんだこのゲームを。なんか今更だけど汚いんだよな、その線っていうのが。なんかまあいいけど、なんかこれ海を体にまとってるみたいで。ああ、ずっと一緒だったシェルを、意外を捨てるのか。
なんか90年代以降の SF で宇宙船に連れ去られる時みたいな感じだったけど、あーエンディングですね。はい、実は2回目ですね。1回あのボスとか関係ないあの野草の中のすっごいいい人にあのどうだいっぱいどうだっつって、で一緒にお酒を飲んで終わるっていうエンディングを見てますからね、隠しエンディングみたいの。だからでもこれが要するにちゃんとクリアしたエンディングっていうことでしょう。はい、ということで積みゲーを崩すキャス、モータルシェルクリアしましたということでね。これでもこのエンドロールがね、ほんと短いからね、あ、ほんとインディーズゲームなんだなっていうのがわかるのと、インディーズゲームだとしてここまでちゃんとしてたら、で、ほんと、ありがとうございます。ほんとね、ソウルライクだって言って、ここまでちゃんとグラフィックとかして、で、まあ、ボリューム的にもね、これ別に定価で買っても多分、フルプライスじゃないもんね。で考えたら、まあ、楽しかったよっていうのが、素直な感想ですね。ここでスタッフロール終わっちゃうからね。で、ボイスアクターとスペシャルサンクスでも結構な厚さあったから。いやー、だから楽しかったな。でも周回はしないと思うけど、積みゲーをクーズキャスっていう意味でも、次の積みゲーに取り掛かりたいんでね。で、ここが、これ今強くてニューゲーム？祈ろう。はあ、ああ、これ初めて会った時のセリフだな、多分。あ、違うな。ああ、これはあれか、周回したからこのセリフなのかな。There's comfort, even a certain pleasure in ritual. Where were we? Oh, yes. Sip this and you'll see. Yes, taste the truth. ああ、これはシスターとの取引なのか。で、在庫切れ、強くてニューゲームって今どういう状態なん？それだけ見てくるか。ハダーン。それも、シェルは揃ってる。ハダーンさんもあそこにいるけど、ここにあいつがいない。あ、あいついるな。そういうことなのか。これ何？そういやさ、最後の、そう、これを解放はしてないな。なんか解放する手段があるのかな。あ、これもあれか、これもリセットされてるな。これはリセットされてないけど、そういうことなのか。あいつ呼んでんだよな、あそこで。行きたくないな。ただのわがままだって分かったからな、あいつ。そしたらじゃあ、まだ多分この枠いっぱいありますよね。あ、でもそれはそれで25分やってんのか。いや、じゃあこれがフシの話だとしたら、俺は余生をここで過ごしたいから、あいつのところ行ってくるかな。敵強くなってんのかな。
あーでもアビリティは全部持ってるな。あ、そうだよな。いや、なんかあのよくわかんないでっかいやつと喧嘩するよりはよっぽどあのいいやつだったやつと、あ、敵強くなった、あ、違う、サナさんに剣があれか、焼き入れ予算がないから剣の威力が下がってるだけか。この宝箱も開いてないことになってるな。そういうのリセットされるのか。そうか、この辺に落ちてたアイテムも復活してるのね。初めてここに来たことになったからあっち見た。いや違う、俺はもうシスターとかあの囚人とかそんなのどうでもいいんだ。俺はもう、俺はあの友達に会いに行く。お前も友達だけど、お前以上に友達がいるんだ。痛い。わーい、この状態で弓の一撃食らうとまずいんだよな。なんでさっさとこれを手に入れて。危なかったな今。ちなみに落下攻撃って あったんですよね。これラスボス戦の直前に気づいてほぼほぼ使わなかったけど、一応ダークソウルとかのそういうのはあったっぽいですね。でも本当に使う場所がないんだよな。あ、お前いたか。ありましたわ。でも本当に使う場所ないんだよな。高いところから敵を攻撃する機会ほとんどないから。この人、You got some nerve showing your face. What's left of it round here? これティエルさんだからもう骨しかないんだよな。So don't even think about it. 最初こんな感じなんですね、この人。Get on then. で、I mean, on your person. If it's not too much trouble, can I have a bite? あげる、ネズミあげる。You're less of an asshole than you look. で、急に好感度が上がる。I love the way their little bones crunch.But I always end up with little fur. 毛を抜いてないんだっていうのと骨食うんだっていうやつだね。歯ごたえがあるのが多分なかなか食材としても少ないのかな、この辺 のやつは。Is that
You can't be. Oh, the finest moonshine I've ever seen. 酒のこと今ムーンシャインって言ってたな。やっぱあれか、そういう、ミスズシはミスズシなんだな。Oh, this. Brings a tear to me eye. You're a saint. Drop by any time, brother. で、ブラザーに昇格する。で、You're welcome to join me. で、ご馳走してくるって言うんですよね。Living the brigand life. Drinking moonshine, snacking on rats. What's the use in trying so hard anyway? What does any of it matter? Let's enjoy our short lives. What do you say? もう心の友になってるんですよね。Best friends forever? で、これいいえって言った時の反応もまたいいんですよね。That's all right, 気にすんなと。I'm not going anywhere.None of us are. ずっとここにいるからいつでも話しかけにおいでよと。お前はお前のやりたいことがあるんだろうけどと。で、You're welcome to join me. 余生を過ごすことを Best friends forever? こっちが受け入れたら、Come on then. Take a seat.でここであれなんですよ、竜と練習してたのがあれなんですね、生かされるんですね。あーこっちの方がいいエンディングだよ。あのコウモリたち結局ただの背景だったな。一応この野草だけじゃないこのフォールグリムのねえ、これいいエンディングですよこれ。このフォールグリムの生き物たちとやその中にも一応野草が組み込まれてるんだろうなっていう、この生態系の中に。でああやって襲われたりもしてるんでしょうねっていう。はい、ということでモータルシェルをクリアしましたということでね。いやーいいよ、こっちの方がいいエンディングだよ。うん、そんなね、どうせループする世界なんだから、だとしたら殺し合う必要なんかないじゃない。ループものの主人公って大体そういうことにあれですかね、天文学的な数字の回数ループした果てにたどり着いたりしますからね、悟りを開いたみたいな感じで。恋はデジャブしかり、ミッション8ミニッツしかり。ミッション8ミニッツは、まあ、ループものとはまた微妙に違うんですけど、まあ私はね、この世界がループするならこのエンディングを選びますよ。ということで、今度こそ、モータルシェルをクリアしましたということでね、まあ、一応、あれだな、このエンドロールが終わったら、実績とかだけ見てみて、なんかすぐ解除できそうなのがあったらするかもしれんけど、基本的にはもうこれで終わりにするかな。はい、ありがとうございました。で、これまた実績は実績ね、多分ね、この OBS の方には載ってないけど、実績ちょくちょく解除してるんですよね。で、またあれだ、ここに戻されるんだよ。まさかここに戻されるんだよ。レシスターに聞くと。ああ、あれ言ってくれないのか。最初にね、あのエンディング見たときに、なんかね、すっごい寂しいこと言われたんですよね。そんなわけないじゃんみたいなこと言われたんですよね。ちょっと一回実績、こっから見れないのかな。
メインメニューの方で見れない？あ、そういえばエンディング迎えたからメインメニューなんか変わったりするかな。一応 DLC も入ってるんですけど、このバーチャスサイクルっていうのは DLC モードらしいんですけど、特に何かが既存のステージとかを使ってちょっとハクスラっぽいことができるだけらしいので、でプラスハザーンさんの、シェルと武器とあと最終戦も DLC の中に入ってたらしいんですけど、そっちはやったんでね。オプション追加コンテンツ、シーズンコンテンツ有効、そんなのあるのか。ボスサウンドトラックっていうのもあったのか。これはとりあえずいいや。こっからは見れんかな。スチームのやつを OBS にそのまま映すのがね、多分簡単にはいかんので、とりあえずおなんだかんだ言って27時間っていうのは実績37個中の15個しか解除してない。英語だな。多分ラスボス倒したのが 13.4% の人かい、持ってる人の中で。Is this part kill enemy kicking? キックだけで敵を倒すと、それあれだな、300のネタだな。パーリーオーバー100、100回パーリー、フェイスオフ、ヒドンダチュートリー、ハダーン、ハザーンをチュートリアルで倒せると。はあ、はいはいはい。スペンドのスタインボリ、そうか。なんか、使う系のやつとかか。秘密の実績が7個と。とりあえずはいいかな。あ、多分、この、多分、シェールを使わないでクリアするみたいな実績もありそうだけど。それはいいか。ではとりあえず、一通りやりたいところまでは一通りクリアしたので、ここで終わりにしたいと思います。どうも、お付き合いいただきありがとうございました。終了いたします。